Thank you.
ージャスのテートとルーレのお披露目は成功。うちからの公式発表は明日まで。それで問題ないわ。社内のインサイダー取引には徹底的に目を光らせておくこと。もしもし、イリーナ・ラインフォルトです。特別列車については了解。クロスベル関連株が急騰。ただし来月上旬まで。さて、お互い時間もないでしょうし、これを。はい。夕食は一緒に取れると思うから、シャロン。かしこまりました。夜の7時には招待客にはナイトクルーズでも楽しんでもらいましょう。それは素敵ですね。母様、私のことはともかく、どうしてそ…アリサ…ああ、無事に実習を終えたければ、両方、公爵家の方も同じ、あくまで学生らしく、以上。行ってらっしゃいませ。はあ、軍隊の…なんというか…はあ、もう…ちょっと…いや…僕たちの安全を考慮したアド…はあ、ここで暑くなった…え?シャロン、客室と…それではみな…
ステートでもいずれ導入されそうだ。できたかも。ああ意外と険しい道だな。東海っ子はだらしねえな。ほれおいっちにおいっちに。
抵抗です。気をつけよ。行くぞ。はっ、今だ。続けていくよ。任せて。うん。シルフィードダンサーズ、ピッチ上がり、青き炎よ、我が剣に集え。みんな、怪我はない？よし、掴んだ。強そうなのがいる。気をつけないと。
ゃる通りです。両方軍には両方軍の。ならば複数の場所で何かあったらどうするつもり？噂はかねがね聞いている。恐縮です。ルーファスで構わない。どうやら私がなぜ、いや、どうやってルーレに来たのかが、あらゆる鉄道網は君かといって、答えは簡単。最も停泊させた資格というもの、君たちも取り返しのつかない。ご忠告。さあケーラも、いかなる時も両方軍は優雅かつ果敢である。
アリサ。ああ、ひょっとして。ああ、なんとなく。そっか。家から独立しようとしてるのに、こんな。しかしすごいな、この夜景は。子供の頃からこんな光景をずっと目にしてきたのか。まあ、おじい様と父様と母様。父様が亡くなってからはシャロン、この夜景はいつも家族との子、俺にとっての。でも今は私もそう考えると、どうしてそこまで。そっか、やっぱりおか。でも家族も大し、技師だった父が生きていた頃は決してあんな優秀なキャリアウーマンだけど、でも取り憑かれたように仕事に没頭して、でも私が知る限り、会食以外だと栄養バーで食事を済ませようとしてシャロンにたしなめられる。だから怖いのよ。アリサ、いいこと。いつもいつも、たとえ相手に怒っていっ、最初の頃の俺に対しても、妹のことだって、俺、ミリアムのことだって、みんな感謝してると思う。今ルールで起きている水面下のアリサの故郷でもあるし、だから。でも依頼を片付けながらでいい。俺だけじゃない、フィーもエリオットもマキアスも。だったら俺たちは、俺たちの判断で、自身これまでと同じ。ディーン、分かった。シャロンは口が固いから、私は私でルール、この時間ならまだ。ああ、明日の朝。うん、それじゃあ早速。あんな風に女、貴族とか平民に関係なく帝国男子としてどうかと思うわよ。え、ごめん。って、そうか。でもやらなかったら。まあいい。まあ。何、はい、今実はリーンさんにお伝えしたいことがあるんです。ですが通信ではこれから市外で会って話すのは難しいでしょうか。静かで落ち着ける店なの。お待ちしています。それとで、実は R 判断はお任せします。Thank you.
こに行くの？フィー、ひょっとして出てくのを見かって、やっぱり夜、はあ、そのそれってやごめん。いや、だから違う、はあ、いいの？いいも悪いも、正直わかった。でもその店に行く前にちょっと町を、初めての町に来たら昼と夜そうしないと。なるほど、わかった。あまり太陽を待たせても。うん、それじゃ。そういや、出るときにシャロンさんに見つからなかったか？うん、気づかれたけど見逃してくれたっぽい。そうか。ほんと何者なんだろう。すみません、遅れてしまって。あら、どうも。その、なりゆき構いませんか？ええ、もちリーンさんの護衛と町の様子の確認でしょうか。私の子、情報局方面ですが、カウンターに3人、奥の席に。
明日も期待してるわよ。超派手に言った通りだ。てめえら明日は俺たちにと鉄血の首を取る最後にして最大の下ごしらえ。みんな